はい、皆さんこんにちは、札幌のアウトドアショップ FLHQ のファーストアンドライフヘッドクォーターズの店長をしていますダンゾーです。どうもです。今日も、ポーランドのアウトドアブランドヘリコンテックスのスーパータープ 3m×3m の、タープですね。それをワンポールで立てています。今回立てたのは、ストロングピラミッド、両端にちょっとヘリを出してね、雪を置いたりして、冬のシェルターとしても使えますね。いいでしょう。ちょっと見せてあげるよ。今日はね、これニーモの T シャツ、トポデザイン、アメリカ、コロラド大学のある町で、ニューハンプシャー州デンバーにあるニーモね、アメリカンスタイルアメリカ人っていうのかな、まあいいや、よし。で、近づいてみようか。よいしょ。はい、見えますか。こんなところでまずこのワンポール、これね、デザートコードって言いますよ。伸縮するコードを三つ編みにしているんです。これですね。縄目ついちゃったこんな遊ばないで。よし、これ途中でクリックしてもいいからね、ロープの間ね、結構使えるんだよ。これをポールに巻きつけて固定しておくとずれない。センターがずれるのもちょっと嫌だからね。あと、よし、見てもらおうかな。はい、ここ裾ね、ここに雪を置いたり四隅あるんだ。それがストロングタープですよ。まあ今回は木を置いてみようかな。はい、どうでしょう、見えるかな、見えるかなとね、木を置いて、このように後ろに置いちゃおう。はい、しっかり四隅、冬は雪を置けばね、で雪の壁を作れば結構密閉性の高いシェルターになるかな。さて、ここどうやって入り口入るか、秘密がありますよ。よし、これ全部ペグダウンしてる手でね、申し上げます。じゃじゃーん。このように開いちゃいますよ。中見てみよう。ここで見えるかな、だろう、見えますか。入り口は中に入る。で、閉めてしまう。ね。例えば、届くかな。
入り口を立てね、こんな感じで、ほら後ろもしっかり止められるんだよ。これがストロングワンポール、入り口は開けてますよ。どうです？はい、二人入れちゃうんだからね。よし、畳んじゃおうかな。このところで見えるか。バッチリだね。あれですよね、タイムラプスですよね。あ、そう。いや、違うんだよ。リアルで5分かかってる。今配信？配信してますよ。あ、今配信中ですか？配信してない。あ、びっくりした。録画中です。ね。お客さん来ちゃった。ね。いいっすね。あれ、今すごい変な音がするんですよ。これノーカットで出すんですか？ノーカットですよ。やばい。やばいでしょ？みんな入っちゃうんだから。これまで入っちゃうよ。いいっすね。皆さん、こうやって出すよ。車の中でランカーの声聞きながら帰ります。ありがとうございます、ね。はい、皆さん、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。グッ。ということで終わり。